起きたか、旅人。ん？どうした？考え事してるみたいだけど、何か変な夢でも見たのか？そんなことあるのかよ。まさか、単なる夢じゃない、とか。あ、タルタリアの神の目だぞ。お前、ずっと持ち歩いてたんだな。もしかして、この神の目を通して、お前とタルタリアの意識が何らかの形で繋がった、とか？それって、大きな突破口だよな。お前がその神の目をメロピネ要塞に持ってきてて、本当に良かったぜ。で、どんな夢を見たんだ？タルタリエの行方が分かったのか？そっか。でも、これから有益な情報を提供してくれたらいいな。それよりもっと重要なのは、オイラたちの囚人としての新しい一日が始まったってことだぞ。ポケットの中の特別許可券のために頑張ろうぜ。今日はどうする？え？まさか、来て早々特別許可券を使ってサボろうとしてるわけじゃないよな。ひとまず、おとなしく仕事しようぜ。手持ちの特別許可券は多ければ多いほど安心だろ？行こうぜ。もう仕事の時間だし、もたもたしてたら、また看守のフィールディングにとやかく言われちゃうぞ。来たか。準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。よし、これを受け取れ。加工済みのパーツは忘れずに渡せよ。仕事を何度もこなすうちに、だんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。よっ、君たちも作業を終わらせたみたいだったから、ちょっくら挨拶しに来たぜ。おお、こんにちは。見覚えがあるぞ。作業の時、ずっと隣同士だったよな。そうだな。俺はローアン。ここ数日、俺も新顔が近くにいるなって思ってたんだ。ま、縁があるっつうことだな。俺はここで15年近く働いてきた。監督のグランビルだって、俺のことは先輩って呼ぶべきなんだぜ。おお、そんなに長いのか。先輩、よろしくな。何か知りたいコツとかがあれば、どんどん俺に聞いていいぞ。生産エリアでの作業には食事よりも慣れてるからな。おう、頼んだぞ先輩。今ルールって言ったか。ルーキーのくせしてやるじゃないか。ルールについて聞いたことがあるとはな。誰から聞いた？まあ話しかけたのはこっちだしな。君たちも俺のことを先輩と呼んでくれていることだし、それに免じてちょっとだけ教えてやろう。君たちそのまま働き続けたら危ない目に遭うぞ。え、それもルールなのか。もしお前から教えてもらえてなかったら。そう簡単に発動するわけでもないさ。隠しルールの条件は厳しいのが普通だ。でも一度やってしまったが最後悪いことが起こる。3日連続で食事と寝る時以外ずっと生産エリアで働き続けたら、3日目の昼ご飯の時に悪いことが起こるんだ。へい、
脅かさないでくれよ。悪いことってなんだ。俺がそれを知ってたらこうして君たちと話す機会はなかっただろうな。つまりお前も試したことはないってことか。実はこのルールについてはある噂があるんだ。聞いた限りじゃそいつは俺をはるかに上回るワーカホリックで、作業効率も負けん気も尋常じゃなかった。ある日彼は自分の限界に挑戦しようと長時間作業をし続けた。そしてついに3日目の昼、蒸発したかのように消えたんだ。その後彼の友人たちに話を聞きに行った奴がいたんだが、その友人たちはみんな口を揃えてこう言った。そんな奴見たこともないってな。そんなことがあったなんて。あいにくそいつの仕事場は俺と同じエリアじゃなかった。だから俺も実際には見たことないんだ。お前まさかそいつがあいつじゃないかって疑ってるのか。え？あ、君たち好奇心の使いどころはそこじゃないと思うんだけどな。言っとくがどうなるかは知らないぜ。今教えてしまったことを後悔してるよ。そうだぞ、オイラたち本当に試すのか。わかった、お前がどうしてもそうしたいなら。なんだこれ、まずそうだぞ。お前の作った料理が恋しいぜ。午後はどうする？タルタリアみたいなやつは絶対よくあそこに行ってたと思うぜ。おや、君は旅人だろ。君のような実力ある選手は出場禁止だよ。特別にお達しを受けたからね。犯罪者でも命は惜しいものなんだ、分かってくれ。でもここには優れた実力を見せれば特別許可権がもらえるゲームもあるよ。どうだい、興味はないかな。もしゲームで負けたら特別許可権を取られちゃうのか。そりゃそうだろう。鉄拳闘技場は残酷な場所なんだ。わかった、それではルールを説明しよう。まず目の前に的が順番に立てられていく。的が立った順にそれを打っていってくれ。連続で何ラウンドもノーミスで進められれば特別許可権をゲットできる。ただし打つ順番を間違ってしまったら失敗だ。1回につき300枚の特別許可券が必要だけど、やってみるかい？毎度あり。それじゃあゲームを始めていいよ。やっぱり君の実力は本物だ。安心してくれ、僕は約束は守るんだ。ほら、
報酬の特別許可券だ。受け取ってくれ。今日もそこそこ収穫があったって言えるよな。明日も何か進展があったらいいんだけど。起きたくないぞ。昨日の疲れが全然取れてないみたいだ。さあ、どうするんだ？今日は現場監督が超機嫌だといいな。来たか。準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。はあ？いきなり何を必死になってる。特別許可権が急ぎで必要なのか。そうだな。オイラたち、自分の限界を試したいんだ。そう思ってくれればいいぞ。よし、今日はよくできたぞ。この調子でどんどん行こうぜ。うん、もう限界かも。パーツを加工するのってこんなに疲れることだったんだな。もうダメだ。話す記憶すらないぞ。ご飯の時間はまだなのか。それに今はちょうどお昼の時間だぞ。なんだか背筋が急に寒くなってきたぞ。何が起きるんだ。でも周りを見る限り何にもなさそうだよな。オイラたちも無事特別許可食堂に着いたし、もしかしたら隠しルールっていうのはただの噂なのか？まあ、ここでずっと推理しててもしょうがないよな。さっきからずっとお腹がグーグー鳴ってるんだ。先に腹ごしらえしようぜ。ご飯ご飯。今日の運はどんなもんかな？ひょっとしたら超豪華弁当だ。んじゃ！これなんだよ！オイラのご飯、なんで！お前のも同じか。これって、肉か？でも、なんだかすごく不気味な感じだぞ。これって、まともなシェフに作れるような代物か？これって、どういうことだと思う？もしかして、これがローワンの言ってた、良くないこと、なのか？それ以上言うなよ！もう分かったから！口に出すな！あれ？あそこにいるの、ウォルディじゃないか！ご飯
を作ってたのってあいつだよな。そうだ、シェフに聞いてみればいいじゃないか。ワルジー、ちょっといいか。なんだ、これから今日のサービス食の材料費を生産しに行くところなんだ。用事があるんならさっさと行ってくれ。そのオイラたちのご飯の肉さ、なんかちょっと変じゃないか。肉？ああ、それか。別に普通の料理だろ。俺は問題ないと思うが、さっさと食べな。問題ないってことないだろう。おい、行くなよ。もうちょっとちゃんと見てくれよ。どうしよう。オールジすごく不機嫌そうな顔してたぞ。もしかして何か隠してたんじゃないのか。そうだな、他に方法はないみたいだし。ふわ、さっきまで腹ペコだったのにもう全然食欲がなくなっちゃったぞ。午後はどうする？時間があるのなら、もう少し調査に専念しようぜ。あ、どうも。あなたたちって公爵様と一緒だった。そんなに固くならないでいいって。すみません。あなたたちを見ているとつい公爵様のことを思い出してしまって、公爵様を思い出すとつい。どうでしょう、多分そうなのかもしれません。あの方って威圧感がすごいじゃないですか。だから自分がまるで地を這う虫のように感じられて。そんな大げさな。それに私は何をやってもすぐに尻込みしてよくヘマをしてしまうんです。なので公爵様のように有能な方を見ていると本能的に緊張しちゃって。なんですって。どうか大声でそんなことを言わないでください。だいたいどこをどう理解したらそんな話になるんです。お、旅人にパイモン。皮肉はよしてくれ。俺は同じ失敗を繰り返すようなやつじゃないさ。恥ずかしい限りだよ。前回は取りなしてくれてありがとな。これは公爵様が俺に追加で配布してくださった特別許可券だ。どうか俺の代わりに受け取ってくれ。え？これはさすがに。だってお前への報酬のはずだろ。お前たちを迎え入れた時、俺は特に何か苦労したわけじゃなかったし、お前たちにはひどい態度を取っちまったからな。まあこれしき気にすんな。公爵様に目をかけてもらえることは特別許可券を手に入れることよりずっと価値があることだろうしな。ほら遠慮しないでくれって。公爵様のおっしゃる通りだ。どんなことに対しても真面目な態度で取り組むことこそ富を手に入れる真髄ってな。もしかしたら特別許可券自体じゃなくて、それこそが生まれ変わるって意味だったのかもしれないな。うん。シグウィン？お前医務室にいるはずじゃないのか？生産エリアなんかに来てていいのかよ。こんにちは、旅人パイモンちゃん。この時間はみんな忙しくしてるし、医務室にも看病が必要な人はいないから、みんなが働いている様子を眺めに来たの。眺めにって？何も面白いことなんかないと思うけどな。そんなことない。うちはいつもここでみんなを観察してるのよ。人間はみんな面白くて可愛い。働いている時の表情が好きなの。うん、なんだか動物の話でもしてるみたいだな。まあそうかも。でも一概にそうとも言えないのよ。
うちはこういう種族だから人間とはちょっと違う資格を持ってて、みんなの体の状況に気づきやすいの。働きすぎている人は一目でわかる。それがメリュジーヌの資格ってやつなのか。確かに看護師にはぴったりだな。うん、みんなの健康のために奔走するのはとても有意義よ。できることならみんなには疲れや痛みとは縁なく楽しく過ごしてほしいけどね。体に気をつけて栄養をちゃんとつけてね。疲れたら無理しないで休むのよ。うん、気をつけるぞ。ありがとな。あれ、ローアン先輩じゃないか。どうしてここに。あと、さっきちょっと怪我しちまってな。なに、ちょっと釣っただけだ。仕事をしてりゃよくあることさ。ローアン先輩みたいに経験豊富な人でも仕事で怪我することがあるんだな。そう言われるのが嫌だったんだよ。メンツが立たないだろ。全部シグウィンさんのせいだぜ。よりによってこんな時にいないなんて。え？医務室に誰もいなかったのか？ああ。噂じゃ、昼飯前の30分くらいはいつも誰もいないらしいぜ。まったく、どこへ行ったんだか。変だな。シグウィンはいつも仕事熱心なのに。こんな時間にどこに行ってるんだ？別にもうどうでもいいさ。この程度の怪我なら一人で休んでればなんとかなる。シグウィンさんの手を煩わすこともない。特別許可権ばかりに夢中になってるんじゃないかって心配してたけど、調査もサボってなかったんだ。いくらモナが好きだからってさすがのオイラも労働にはまったりしないぞ。リネットもここら辺を調べてたのか。いいえ、ただのサボり。しかもあなたたちに捕まった。お兄ちゃんはいつも通り金域のあらゆる情報に張り付いてるわ。お兄ちゃんのスキルならきっとすぐに成果を出せるはず。そうだ、これあげる。え、なんでいきなり特別許可券をくれるんだ。あなたたちよりずっと早くここに来てたから。特別許可券は私にとって珍しい資源じゃないの。私にとってはおしゃべりに付き合ってくれる人の方こそ貴重な資源よ。ひひっ、リネットっていいやつだな。じゃあ遠慮なく。ありがとな。見ろ、ここに研究ノートっぽいものがあるぞ。さっきこそこそ医務室を覗いてたやつがいたんだけど、あれってシグウィンのファンだったのかな。多分そいつが落としたものだと思うぜ。どれどれ。メリュジーヌという種族は世界の感じ方が人間とは違う。そのため多くの物事に対してメリュジーヌの審美眼は人間と大きく異なっている。プレゼントを贈る際は特にこの点について注意するべきと。なかなか真面目そうなやつだぞ。ちゃんと勉強してるんだな。じゃあこの研究ノートは、そうだな、募集しちゃおうぜ。調査を中断して休むか。わかった。じゃあゆっくり休んで明日また頑張ろうぜ。連続して働いた後は
変な肉が昼ご飯に出てくる。これって一体どういうことだ？これまでの調査って収穫があったって言えるのかな？そうなのか？それじゃあこの件の調査は一段落ってことで良さそうだな。明日はまた他の手がかりを探してみようぜ。おやすみ、食べびと。起きたくないぞ。昨日の疲れが全然取れてないみたいだ。さあ、どうするんだ？たくさん働くうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でもずーっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか？おお、たまには楽するのも悪くないよな。普通の弁当って感じだな。やっぱり過度な期待は禁物だぜ。午後はどうする？いいぞ、作業のない時は鉄拳闘技場で暇を潰そう。やあ旅人、また挑戦しに来たのかい？今度こそ特別許可券を十分持ってきただろうね。よし、それじゃあ準備してゲームを始めよう。コリンズの言う通りに頑張って的を狙おうぜ。やっぱり侮れない実力の持ち主だったな。どうして君が正式な格闘大会への参加を禁止されてるのかよく分かったよ。命が惜しい奴は君と同じリングには絶対立ちたくないだろうな。そういえば君たちはまだ格闘試合の勝敗予想をしたことがないらしいね。ロシモフのところで支持する方の投票権を買ってみるといい。当たれば結構な報酬がもらえるよ。でもオイラたち、ここの選手のことはよくわかんないし、誰を支持すればいいのか。それが普通だから、ゆっくりなれればいいよ。試合を何回か見ていれば、報酬を稼いでくれるやつが誰なのかわかってくる。確かに。な、ちょっとやってみないか？十分な特別許可権を持ってるなら、適当に投票権を買ってみるのもいいかもしれないぜ。適当に買ってみるって、なんて言えばいいか。まあ、別にダメなわけじゃないけどな。ちょっとは慎重に考えるんだよ。適当すぎないようにね。適当すぎるってどういう意味だよ。ここで投票権を買ったことがないにもかかわらず、ルールの存在に感づくとはね。戦闘の腕だけじゃなくて勘もいいみたいだ。ここまで来たらお得意さんにもなってくれそうだし、ちょっとだけ教えてやるよ。
君たちみたいな客は失いたくないしね。そんなに深刻なことなのか？この隠しルールは、もし格闘が始まる前に双方の選手の投票権を買ってしまった場合、次の日の朝、良くないことが起こるというものだ。つまり、双方の選手の投票権を同時に買うってのが条件なんだな。それって絶対損するんじゃないのか？そんなことをするやつなんているのかよ。良くないことって何なんだ？さあ、僕はそんなこと試したりしないからね。でもこの件についてこんな噂を聞いた。ある覆面の選手は抜群に腕が良くて戦闘力も高かった。その頃闘技場に彼の相手ができる者はいなかったほどだ。決勝戦、主催側は彼に覆面を外すよう呼びかけたんだけど、彼はなぜか固辞して試合にも出てこなかった。その後二度と姿を見せなかったってさ。死んだとか主催側にやられたとかいう人もいたけど、彼が何よりも名誉を大事にする人だってことはみんな覚えてる。双方の選手を同時に応援する奴がいたとしよう、それは彼にしてみれば間違いなく試合を侮辱する行為に他ならない。だからそいつの怨念がそういうことをする奴に罰を与えるっていうのか？ずっと覆面してたし、意図的に素性を隠してたから僕は彼がどういう人なのかは知らないな。旅人、まさかそいつがあいつじゃないかって疑ってるのか？おい、本気か？嘘だろう。親切に忠告してやったのに、あえてそうするっていうのか？そうだぞ。第一、めちゃくちゃ怖いじゃないか。しょうがない。おいらをちゃんと守ってくれよな。両方の投票権を買うなら多分3000枚ほど特別許可権が必要だ。十分貯められた頃に試してみるといい。ただ何があっても知らないからね。ずっと居眠りしてたぜ。やっと寝る時間だな。また新しい一日か。今日こそ調査に進展があればいいんだけどな。さあどうするんだ？いいぞ。作業のないときは鉄拳闘技場で暇を潰そう。お二人さん、投票券を買いにいらしたんですか？次の試合が間もなく始まりますので、買うなら今のうちですよ。次の試合の選手は誰なんだ？今回の人気チャンピオン候補、キバ選手と東感覚エリアのトキシン選手ですね。それってあだ名か？それとも自分で作った肩書きか？変わった名前だな。あなたたちは初心者のようですので、少しアドバイスをして差し上げましょう。今回はキバ選手にかける人が多そうですが、トキシン選手こそダークホース的存在。つまり今回の試合、私のおすすめは、へえ、両方とおっしゃいましたか。初心者だというのは一目で分かりましたが、まさかそこまでとは。もしかしてルールをまだしっかり把握していらっしゃらないとか。もう一度詳しく説明しましょう。つまり、いやいいんだ、こうしたらきっと損するってことも分かってるぞ。分かりました。いいんですね。一旦お買い上げになれば返金はできかねますよ。いいから特別許可券をもらっとけって。
てから朝寝坊する資格がなくなっちゃったよな。やっぱり早く寝ようぜ。おい、旅人、パイモン、荷物が届いてるぞ。次は自分で受け取れ。俺は配達員じゃないんだ。荷物？お前、何か買ったのか？おいらまだ寝てたいから、お前が行ってきてくれ。おお！昨日、隠しルールに逆らって、投票権を買ったんだよな。もしかしてこの荷物がコリンズの言ってた良くないことなのか。一気に目が覚めちゃったぞ。どこかに隠れてるから飽きたら呼んでくれ。おい、ちょっと待てて。オイラがまだいるのになんで開けちゃうんだよ。なんだお前、大丈夫だったか？おいらに見せてみろ。なんだ、ただの瓶じゃないか。でも、この中の液体の色、ちょっとやばくないか？うわぁ、やめろ！それ以上言うな！何を言おうとしてるのか、もう分かったから！うぎ！こっちに近づけるなよ！嫌だぞ！どういうことなのか分かるまで、この瓶は開けない方がいいと思うぜ。これはオイラからの、心からの警告だぞ！さあ、どうするんだ？登れるのって嬉しいな。特別許可権が惜しい気はするけど、この午前中をうまく活用しようぜ。はあ、配り切らないとここから出られないのに。お前、ここの囚人じゃなさそうだな。見ない顔だぞ。ええ、もちろん違いますとも。囚人扱いしないでください。僕は法を遵守する善良な市民ですから。じゃあこんなとこで何してるんだ？なんだか困ってるみたいだけど。僕は本他社の販売促進員で、会社の飲み物の販促を担当しています。本当は早く仕事を終わらせて本社に戻る予定だったのですが、まさかここまで時間がかかってしまうとは。フォンタ社のやつだったのか。なんだよ、何かあったのか。はあ、もう頭にきましたよ。全部あの公爵のせいです。この前うちの反則計画を話したら、僕の計画には全く価値がないとドストレートに評価してくれました。これまでの協力関係はまあまあ順調だったので、僕は我慢して彼に説明しようとしたんですけど、彼に話の腰を折られちゃって。なんて言われたんでしたっけ。俺がきっぱり断ったのはあんたの時間を節約するためだ。あんたは特別許可権の価値もわからなければ、自社の商品の価値さえわかってないのかもしれないな。前者についてはあんたは水の上の人間だから仕方ない。だから責めたりはしない。そして後者についてだが、君たちの飲み物を買うのは水の下にいながら特別許可権のことをよく分かっていない愚か者くらいだろう。だからもう結構だ。そう言って彼は僕の提案を断ると。煩わせるな、他の方法を探してこい、とも言いました。こんなにひどいことってありますか。あいつはここのボスだからな。
仕方ないぜ。オイラたちも公爵のことは知ってるけど、あいつって確かにつかみどころのないやつだよな。まあいいです、郷に行っては郷に従えと言いますし、ゆっくりやっていくとします。あれ、地面に散らばってる紙はなんだ？応募用紙か何かか？いや、違うみたいだな。どのページにもフォンタ社のマークが入ってるぞ。フォンタを生産する会社の資料とかか？わかった。捕まったら企業機密を盗んだ罪で訴えられたりしないよな。あ、そうだった、お前の言う通りだな。もう怖いものなんて何にもないぞ。どれどれ、新商品の研究開発はフォンテーヌ科学院の助けなしで行っており、進捗が滞っている。開発者内部からもお互いの声が上がり始めた。新商品はやむを得ず、名前もパッケージも未定の状態で1回目の試飲が行われた。フィードバックによって今後の開発方向性を調整する予定。一旦小規模エリアでクローズテストを行う結論に至った。特に気になるところはないぞ。フォンタ社がフォンタ以外の飲み物を開発してるってだけだろ。まあ、あまり順調じゃなさそうだけど。資料は元に戻そうぜ。何事もなかったかのようにな。うん、これでよし。本当に試したって聞いたけど、どうだった？何か起きたかい？翌日に謎の荷物が届いたぜ。中身は何なのかよくわからなかったけど。やっぱり噂は本物だったか。呪われたりはしてない？具合はどうだい？その、君たちはちゃんと君たち自身の意思で行動してるんだよね？おいらも確証がないぞ。お前はどう思う？オイラはちゃんとオイラに見えてるか？そうか、ならよかったぞ。見た目は確かにこれまでと同じだけど、油断しない方がいいと思うよ。ところで、本当に試すとは思いもしなかった。ただ好奇心を抱くってだけならまだわかるけど、投票権を買うお金も惜しくないんだね。普通に買っても何か報酬を得られるとは思ってなかったけどな。こういうのって主催側しか大儲けできないもんだろ。とんでもない。我らが鉄拳闘技場はとても良心的だよ。投票権からの収入なんてほんの少ししかないんだから。今開催中の鉄拳闘技場大会もフォンタを生産する会社が協賛したおかげで開催できたくらいでね。飲み物のフォンタを作ってる会社が協賛したのか？公爵の支援で開催したんだと思ってたぜ。ま、ギブアンドテイクってところかな。彼らもメロピデ要塞でフォンタをプロモーションしたいって思ってたからこそこの件を提案してくれたんだよ。はぁ、とにかく数日はくれぐれも気をつけてくれよ。君たちか。ぶらつく暇があるってことはかなり懐に余裕があるんだろ。いつの間にかこんなとこまで来ちゃってたな。
先にご飯でも食べるか。そうだな、特別許可券との引き換えでゲットした時間なわけだし、次はうまく利用しようぜ。普通の弁当って感じだな。やっぱり過度な期待は禁物だぜ。午後はどうする？オイラたち、たくさん働くうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でもずーっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか？おお、たまには楽するのも悪くないよな。謎の荷物、血の色の液体、やっぱりまだ真相が見えてこないな。お前は何か新しく思いついたか？そうなのか？それじゃあこの件の調査は一段落ってことで良さそうだな。明日はまた他の手がかりを探してみようぜ。おやすみ、食べびと。すでに2つの隠しルールについて調べてきたけど、まさかこの監獄にこんなにいろいろおかしなことがあるなんてな。調査のペースを上げた方がいいと思うぞ。でないといつまで経っても終わりが見えない気がするぜ。うん、じゃあ今日は作業なしだな。急ごう。そこにいるのってミドックだよな。今日はいつもより人が少ない気がするぞ。ほう、この時間帯に君を見かけたということは、さてはロームを免除してもらうために惜しみなく使えるほど特別許可権を貯めてるね。どうやらここの環境にもかなり慣れてきたらしい。さすがだね、偉いよ。どうだ、知ってる隠しルールを教える気になったか？確かにいいタイミングだ、ちょうどいい。どういう意味だよ、何がいいタイミングなんだ？あの忌まわしい貧乏人のレオニードたちはみんな生産エリアへ働きに行ったから誰もいない。こんな秘密の情報をあいつらにタダで聞かれてたまるか。わかったわかった、じゃあ早く言えよ。絶対絶対夜中に変な音を出すパイプの近くに行くなよ。監視から逃れられたとしてももっと恐ろしいものに出くわすかもしれないからね。もっと恐ろしいものって何なんだ？食人族の集会さ。食人族だって？このメルピデ要塞に？毎月数回、奴らは夜中に集会を開くのさ。メルピデ要塞の失踪者たちの噂は、全員奴らと関係してるらしい。それよりも恐ろしいのは、奴らがある特殊な趣味を持ってるってことだ。被害者の残された血と肉は処理ができない。だから、奴らによってあらゆる形に変えられて永遠にメロピデ要塞に残されるんだよ。多分だけど、お前が言ってるあらゆる形を見たことある気がするぞ。まさか真相がそんなことだなんて。おいら、お腹の中のものが戻って
だろうだろう。あんまり信じていないようだね。それもまたよし。隠された真実に触れることはいいこととは限らないからね。さて、私はまだ用事がある。さっきのことは聞かなかったことにしておくれよ。旅人、今回は噂を信じた方がいいんじゃないか。おいら、血と肉になってまで永遠にここに残るなんて嫌だぞ。あ、そっちの方向で考えてたのかよ。でも確かに妙に安心したような気が。はあ、これいつまで続くんだ。ミロッコがいないな。でも午前中に働きに行ってた奴らが戻ってきてるから聞いてみよう。俺から離れろ。どういうつもりだ。俺の前でそんな意味不明なことを言うんじゃねえ。何の話だ。忠告しておくが、余計なことに首を突っ込むなよ。あいつらの態度、なんかおかしいぞ。オイラたちのことをわざと避けてるみたいだ。でも、こうもバレバレの不自然な振る舞いをするなんて、むしろオイラたちを誘導するために演じてるんじゃないのか。ダメだ、考えるほど怖くなってきたぞ。まだ続けるのか。わかったよ。よう、フィールディング。何の用だ。囚人のくせにちゃんと特別許可権を稼がず俺のところに来るなんて。ちょっと簡単な質問がしたいんだ。夜パトロールしてた時、何か気づいたことはないか。そんなことを聞いてどうする。仮に夜に何かが起こっていたとしても、それはお前たちの案ずることじゃない。おとなしく寝ていればいいんだ。そうだぞ。月に数回くらいってところかな。おいら耳が敏感だからよく眠れなかったぜ。そんなことがあったのか。俺も毎晩当番があるわけじゃないからな。だがそういえば確かに同僚から聞いたことがある。パイプ清浄日の夜には怪しいことが起こりやすいってな。あそこら辺の数日は当番を嫌がる奴も多い。パイプ清浄日って何をする日なんだ。メロピデ要塞の排水施設が定期的に清掃される日のことだ。月に3日って、今日もちょうどそのうちの1日だな。確かめてくるといい。もし本当に何か変なことが起こっているのであれば、代わりに報告してやる。おう、オイラたちも今夜は気をつけておくぜ。それでは他の用事がなければ行く。忠告しておくが、変な企みはよせ。今晩は俺の当番じゃないが、他の者がお前たちを見張っているぞ。安心しろ。オイラたちだってケーキが増えるのはごめんだぜ。言っちゃったな。パイプ清浄日についてお前はどう思う。確かにそうだな。でもフィールディングのやつが言ってたぜ、今夜もパイプ清浄日だって。そう言うと思ったぜ。よし、じゃあ今夜は徹夜だな。看守に捕まらないといいんだけどな。すっごく眠いし、
疲れてるぞ。でも、まだ寝ちゃダメだよな。今夜はパイプ清浄日で、大事な調査の時間だし。そうだよな。もしオイラが寝ちゃっても、絶対起こしてくれよ。お前一人で危ない目に遭わないか心配だぞ。あれ、旅人？って、おい！こんなにあっさり寝るやつがあるかよ！寝てちゃダメだぞ。早く起きろって。え、普通に寝てたんだとばかり思ってたぜ。それで今回はどんな夢だったんだ。本当か。やっと真相解明のチャンスだぜ。でも食人族の噂の方は何なんだ。説明できるんだよ。そうだな。そろそろ時間だし行こうぜ。パトロール中の監視たちには気をつけろよ。気をつけろよ。監視に捕まったらまずいぞ。ここで本当に合ってるよな。君たちは昼頃の。ほう、度胸あんじゃねえか。俺らの正体は分かってんだろ。今すぐ立ち去るんだ。誰もあんたらのことは助けてくれないぜ。それがどうした。俺たちの怒りを買いや、いつだってその噂を事実に変えられんだぞ。おい、一体何のためにあんなデマを流したんだよ。ここで一体何をやってるんだ。君たちに言うことはない。今すぐ巨峰エリアに戻って、今見たことを忘れておとなしく眠りにつくなら、ここでの出来事は見逃してやる。さっさと戻れって。ここには本当にあんたらが興味持てそうなものはないんだから。は？なんだって。それって兄貴が離れた時に言ってた。俺たちの兄貴のことを知ってるのか。兄貴そんなすごい身分だったのか。知らなかったぞ。兄貴はここにいた頃、ずっと自分の素性を明かさずにいたからな。兄貴に頼まれて俺たちを探しに来たのか。なんだ、タルタリアの子分たちだったのかよ。あいつってここにいた時も随分うまくやってたみたいだな。あの夜兄貴が言ってたことは俺たちしか知らねえはずだ。まさか兄貴は外に出てからお前に教えたのか。そうか。
だったら辻褄が合う。わかった。お前らを信じよう。ひひ、旅人、うまい手じゃないか。兄貴がメロピデ要塞に来た当初、恥ずかしいことだが、俺たちはひどい態度をとっていた。それどころか、ずっと兄貴に嫌がらせをしてたほどだ。だが、メロピレ要塞は強者を尊重し、実力を認める場所。作業の時の根性といい、鉄拳闘技場での勇姿といい、俺たちを懲らしめる時ですら、常人の域を超えた才能を見せてくれた。だから、俺たちは兄貴についていくことにしたんだ。だがある日、兄貴はいきなりこう言ってきた。自分を呼ぶ声がまた聞こえたから、何とかしてここを離れねえといけねえ。そのためには、何の代価も惜しまねえってさ。子分としちゃもちろん、兄貴のことは俺たちのことだ。だから、俺たちはちょっとばかし手間をかけて、ここにある隠しルールをもとに、食人族のルールをでっち上げて、それを広めたってわけだ。これも全部、パイプ製常備の夜に、兄貴が逃げ出すためのチャンスを作り出すためだった。じゃあ、噂を捏造することで、囚人や監視たちをここから遠ざけたってわけだ。はあ、人々の未知への恐怖って、本当に利用されやすいんだな。でも、タルタリアはすでに逃げたんだろ？それなのに、どうしてお前らは、未だにパイプ製造日の夜、毎回ここに来てるんだよ。それが、俺たちの知る限りじゃ、兄貴が離れた時に使ったあのパイプは、実は出口とは言えなくて、行き止まりになってるはずなんだ。あそこはとっくに放棄されてるはずの廃工場に繋がってて、仮に海に逃げ込めたとしても、水面までの距離が遠すぎて、生きたままたどり着ける奴なんてまずいないと思う。それを知っていて、それでも兄貴はそこを通ろうとしてた。何か、執念みたいな感じだったのかな。それで、俺たちは約束したんだ。兄貴がいない間、俺たちは兄貴なんて初めからいなかったように振る舞う。そして兄貴は、帰ってくるとしたら必ずパイプ製造日の夜を選ぶ。そしたら俺たちも出迎えの準備ができるし、この件が露呈するのを避けられるだろう。そんな、その約束を守るために、毎月のこの数日、危険を冒してまでここで見張ってたってことか？ああ。だが俺たちも心の中では分かっているんだ。これだけの時間が経ってもなお帰ってこないってことは、兄貴は大方、本当に外に出たんだろう。でも、あいつが何か、その、想定外なことにあったって可能性は？兄貴をどうにかできる想定外なんてねえよ。俺らは全員、そう信じてんだ。わかったわかった。ちょっと聞いてみただけだって。ああ、声を抑えろ。こっちだ。ここからのルートは封じられて、通行できなくなってる。兄貴はこの下から行ったんだ。その時はまだ、この下も水没してなかったけど、その後、俺たちもこっから状況を確認しようとしたんだけど、かなり水没してることに気づいてさ、潜るのが得意な奴じゃない限り、とても通れないぜ。まさか、タルタリアは、ここの水に閉じ込められちゃったのか？その可能性も低いと思う。兄貴は水が得意だってことは、俺たち全員が知ってる。マジかよ！だったら早速そいつに調べてもらおう。兄貴に関する情報があれば、ぜひ俺たちにも教えてくれ。もう結構な時間だな。これ以上ここにいると監視たちに見つかっちゃうぜ。おう。状況については大体把握したから、さっさとここを離れようぜ。やっと肝心な情報が手に入ったな。これだけ時間をかけて調査した甲斐があったってもんだぜ。
って潜水が得意ってフレミネのことだろ。リネに言えばきっとフレミネに助けてもらえるよな。タルタリアのやつ一体何しに行ったんだよ。ほんと骨を折らせるやつだぜ。まあと少しでその真相もわかるだろうけどな。気を抜くと一気に眠くなってきたぞ。さっさと寝ようぜ。おやすみ旅人。